はい、皆さんおはこんばんちは、シアです。さあ、今回は、ギガ伝説の隠し扉の無道編ということでね、スタミナだけで、無道ギガ伝説機と戦えるというイベントです。はい、もう倒してます。で、別に紋章もないんでね、まあ鍵が必要じゃない人はそんなに戦う必要はないんだけどもね、まあせっかく無道と戦うんで、ね、俺はドラクエ6勇者の、コスプレです。さあ、そしてこいつはね、まあ見てもらったらわかるんだけども、眠り、電撃で、あとは氷ブレス、あと素早さダウンと幻惑あたりなんだけども、幻惑は、まあ、竜巻召喚持ってたら別に、いらないかなと。あと闇ブレスもあったかな。まあそこら辺考えて俺の装備はこんな感じですと。闇ブレスはなかったかもしれない、ちょっと確認しとくね。まあまあ何はともあれ、こんな感じの装備です。まあ一緒に行ってくれる人たちの装備も軽く回しとくとこんな感じなんで、気になる人は止めながら、正直ギガ伝説機はねそんな強くないんで、紋章までは俺は揃えてませんと。よ、まあ竜巻召喚がないんであれば、幻惑耐性を多めにしておかないと、ぐだります。まあその辺はね、自分の行くメンバーと考えましょう。お願いします。そしてね、無道はね、一番初めが通常無道でね、で本気を出した無道と2段階構成になってて、無道が本気を出したタイミングでこの職業スキル使えなくなっちゃうんで、海賊の荒波は絶対に、無道本気モードになる前に使いましょうと。そして弱点はイオです。まあちょっときついかなって思う人はね、こう1個回復のスキルを持っていっておくと安定すると思うけど、まあ俺やった感じも全然痛くなかったんでいらねえかなっていう。一応超万能薬持ってきてるけど、お、目覚めの花持ってきてる人いるんならお任せしよう。ちなみに俺はね、セバスの兜なんで、まあ多分寝ない。でこれ結構ね、猛毒が痛いんでね、毒消し層持ってきとくと割と安定するっていう。まあ、輝く息の前に歌歌えないんで、降臨黄金竜があるとね、輝く息前に上げれるんでかなり有利。まあ俺は持ってないんでどうしようもないんだけど。で猛毒斬りと。もう別にこれいっそのことで、ね、特薬草を、浄毒消し層とかね、特毒消し層にしとくと安定します。まあ、毒状態でね、あえてダメージ食らいながら戦うのも一つの手段なんで、その辺は好みでどうぞ。まあ、これで2段階アップ。まあ、今回は全員海賊なんでね、まあ、職業スキルはルカナン使われた後でいいかな。で、ピオリもみんな持ってきてくれてるし。で、みんな回復立てだからね、普通に防御だけしときゃ大丈夫かなっていう。で、よし、じゃあ俺がここで、はい、これでフルバフなんで、もう OK。 あとは倒すだけ。オーラナックル、陶器剣、陶器剣ってオーラナックルだったっけ。まあまあまあ、陶器剣は、みんなもらえるやつなんでね、イオ系の強い攻撃がない人は素直にこれ持ってきゃいい感じ。もちろん西洋十字剣があるならそれに越したことはないと。激しい稲妻は呪文じゃないんでね、ちゃんと出陰耐性で。さあ本気になる前に一旦回復やバフを挟もうとしてるね。はい、とっとと倒しちゃいましたと。さあ本気の無道、これを食らうとここの2つが使えなくなっちゃうんで、まあ、竜巻召喚はね、こいつバギーはあんまり効かないんでね、ほんと幻惑飛ばすための技ということで、あんまり攻撃に使う必要がないかな。さあ、そして素早さの回復をしておきたい。そして誰か寝るか？寝ない、大丈夫。OK！ 正直、かかるかかけ直すまでもないからね、とりあえず一回ダメージもらっておこうかな。で、ゲージ1本目またごう。またげるかな？またげた、またげた。
これが闇ブレスだったはず。おっと、このダメージは。ね、リカバリーリカバリー。今ぶし光、相性召喚扱ってくれたんだらいいか。やっぱ海賊編成だとね、なくなっちゃうんだよね。スクルとフバーハが。あれ職業スキルだから。はいね。でも全然食らないから大丈夫なんだけど。お、凍てつく波動来てる。これはバフかけ直したいとこだね。凍てつかしといて、最後こいつはね、怒りじゃなくて激怒なんで、守備力上がるからね、攻撃力アップ状態でラスゲに突入したいところ。さあ行こうか。集中攻撃だ。さあフルバフかかったんで、激怒終わりから一気に。はい、回復。さあコンボだ。俺がラストで多分終わったかな。お疲れ様。まあ激怒になってても攻撃力2段階上昇であれば余裕ですと。レア宝箱だ。まあ大体レア宝箱なんだけど、レア袋だっていうね、やつ欲しいような発言に。レア宝箱だ。お、あるぞ。はい。あー、メタルの鍵だったが。ということで、これは、6のキャラクター装備が手に入ると。一応ね、レイドック装備式は強いんでね、もし、ね、いい福引き装備がないんであれば、集めるのもありかな。にゃんにゃんにゃん。お、もう一個来てる。どうだ？おー、来たね。やったー。ということでね、魔王級の無道鍵を集めたい人は、頑張って回しましょうと。はい、ということでね、割と簡単にいけました。一応ね、こいつ雷してくるんで、装備的にはまあ俺は今眠らない装備したんだけど、眠るのもね、全員が眠るわけじゃないんで、誰かが目覚めの草2人持っていく時点で眠り体勢取らないっていうね、そういうプレイも可能だから、まあセバスがないんであれば黄金竜の兜とかね、これデイン体勢あるし、あとはまあこの間錬金も来た、王者、太陽の冠かな？太陽の冠。これ氷ブレス中だからね。まあ、あとは単純にハグメタの兜で闇ブレス耐性&守備力。あとはね、光の冠だったかな？ちょっとアイテム多すぎて、これは違う。と、あったあった。後期のサークレットが。これコールブレス強だからね。まあ、鍛えてないけど。多分これ装備するんだったら太陽の冠装備していくからね。で、そしてまあやっぱ体上は黄金竜の羽衣上がベストだと思うね。コールブレスプラスミラクルボディ。で、まあ体下は、まあハグメタの鎧でコールブレスとデインを同時に取れるっていうね。もしくはこっちの黄金竜の羽衣を上にして闇ブレス強と幻惑取りながらひたすら殴るっていうのも OK かな。まあ、そのあたりはね、自分の装備とのバランスを考えて、まあまあ天空の鎧で氷ブレス中プラスね、攻撃ダメージ中、ね、攻撃ダメージ、まああまり魔法はないからね、こいつでいいんだから、まあ頭を、黄金竜の兜でデイン体制取るんなら下は天空の鎧で OK とかね、そういった判断もできますね。さあ、そしてアクセサリー枠は、はい、まあ、目覚ましリング、もしくは幻惑耐性。まあ、ここで耐性取ってね、竜巻召喚と、目覚めの花で、状態異常はどうにかするっていうプレイも全然 OK。まあ、そういった意味ではそこまで飛び抜けて強いわけじゃないんでね、自分の装備と相談しながら、あまりレベル高くない人も挑戦できる、ギガ伝説ボスじゃないかなって思います。ね。
さあということでね、ギガ伝説級のムドゥでしたと。まあ結構ねギガ伝説ムドゥは鍵持ってるんでね、あまり回す気はないかな。シックス装備ももう一通り俺は、全部10にしちゃってるんで、まあ装備の進化で今ちょうどね、あのシックス頭の2個目が10になるかなっていう。はい、ということでね、まあ2個目だから正直する必要はないんだけどね、売ってモモニアポイントに変えた方がいいんじゃないかっていうのはあるんだけど、まあ、最後まですると、まあまあで今更なんだけど、お前そうシックス頭じゃなくて神の頭じゃねえかっていうね、まあ、多分みんなどっかで突っ込んでくれただろう。はい、レイドッグヘア頭はね、ブレス中と攻撃呪文中とヒットポイント弱ついてるから割とどこにでもつけていける。もうサブキャラクターの頭にずっと装備しておいてもいいかなっていう装備かな。あのストーリー回すときとか割といいよ、守備力も高いし、まあ、もちろんね、あの何してくるか分かってるんだったら、まあ、特攻の、属性を強化した方がいいんだけど、まあ、弱 10% カットだからね、それ両方攻撃呪文とブレス両方につくっていうのは結構強いんだよ。まあ、余裕があれば一つぐらいは貫突作っておきたいかな。まあ、もちろんもうね福引き装備で最強装備揃ってる人には必要ないんだけどね。はい、そんな感じの、ムドゥギガ伝説級でした。みんなもぜひ回してください。それじゃね、また次のギガ伝説級のボスでお会いしましょう。それではお疲れ様でした。